ぱこれだけの施設をこう整えることができたのは皆さんのおかげで、まあ、それを使ってあとはいかにその中でこれを使ってここ蒲田マーレ讃岐というクラブの、まあ、選手フロント、まあ、全員が成長していくかだと思うので、皆さんの思いを受け止めしっかり受け止めて、ここはしっかり勝利でお答えしてお返しして、で本当に一緒に喜び合う、もっと我々が勝ちを重ねていって本来の姿にしていきたいというのがあります。ライセンスがあるからこそ J1 で戦うっていう、まあ、そういう強い意志を持って自分たちが成長していくしかないと思っています。天然芝でプレーできることによって、体が資本の選手にとっては非常にこう安全というか、もちろん怪我はつきものですけども、そのリスクが軽減されるというところと、また今まではその練習場に体をケアするスペースというのが当然なく、またシャワー施設もなかったりとかして、今はあります。練習をして、すぐ体のケアをしてということができるので、まあ、本当にこう選手にとってはもう180度全てが変わったよって言っていいぐらいのことだと思います。今日初めてロッカールームに選手全員で入ったんですけど、全員の顔が見渡せるようになっていて、自然と会話も生まれますし、まあ、これが練習後であれば今日の練習の話をしたり、次の試合の話をしたり、自然と会話が生まれるような環境なので、そういった意味ではすごく良いロッカールームを作っていただけたなと感想です。これよりオーザンフォボールパークオープニングセレモニーを開始いたします。オーザンフォボールパークオープンです。このオーザンフォボールパークは子どもたちの夢を育てる場所として作りました。これからここからスタートします。そして蒲田マーレのクラブハウスも出来上がりました。蒲田マーレの選手たち、そしてサポーターの皆さん、何よりもここを使ってくれる子どもたち、思う存分使っていただいて、そして大きな夢を見てもらいたい。それは選手たちもそうです、サポーターの皆さんも、そして三豊市の市民の皆さんもどんどん使っていただいて、いろんな思いや夢をこの場所で育んでいただけたらと思います。2020年になんとかして練習場、しっかりした練習場を持ちたいというふうに思い、たくさんの方にご相談差し上げました。その中で蒲田周りが強くなるならという形でたくさんの方に応援いただきました。そして今日こんな形で素晴らしい施設できております。グランドを整備いただいた三豊市、そこを優先的に使わせていただけるということで調整いただいた香川県サッカー協会の皆様、そして何より先ほどもお話ありましたけれども、企業版ふるさと納税で応援してくださったたくさんの方々、フィナンシェトークンで応援してくださったたくさんの方々、本当にありがとうございます。こんな素晴らしい施設を用意できた以上、強くなるしかありません。本当に今日はありがとうございました。これからもどうぞ応援よろしくお願いします。ありがとうございます。びっくりして、僕も全国いっぱい、まあ、全ての練習場来ましたけど、もうこれ日本屈指で、蒲田周さんは僕はもう永遠のライバルというふうに思っているので、この設備に負けないものをもう松山帰ったら早速みんなに、なんとかしろということを。ニュースのカメラ見てください。カメラ見てよ。このカメラ見てください。行きます。はい、
皆さんこんにちは。将来皆さんがなりたいところで活躍できるようなブランドがあるということがとても大切になる一歩目の日です。あの選手の皆さんもいらっしゃるんで、たくさんがこう見本になることがたくさんあると思うので、それをコピーして自分のものにして、自分の将来につなげられるような一日にしてください。よろしくお願いします。皆さんこんにちは、監督の米山です。非常に素晴らしい施設ができました、ね。僕たちはもうずっとここで練習します。蒲田周りはずっとここにいます。で、隣でね、サッカーの試合だったり練習をするみんなのことも隣のグラウンドから見てます。いい選手がいたらチェックして自分たちのチームに入れたいなって、そういうふうに見てます。このグラウンドができたってことは、みんなが J リーガーになる近道ができたってことだと思って、ここでプレーするときには張り切っていいプレーを見せてください。今日もね、元気にするサッカーをする姿を見たいと思っているんでね、楽しんでいってください。